開演場の奇跡は、さき隆ゅが1980年に発表した小説。また、これを原作とした1984年公開の日本映画である。沖縄の暴力団構想が続く中で、構想相手のトップを狙撃したヒットマンの逃避行を描く。第四次沖縄構想の中で起こった極竜会理事長射殺事件をモデルにしたフィクションである。 実際は、モデルになった主犯の男は直ちに自首し、懲役13年の刑を受け服役。出所後は漁師になったが、2009年に海難事故で行方不明。先は本作に先立ち、褐色の銃弾で理事長射殺事件を取り上げている。モデルの男については、佐野慎一が沖縄誰にも書かれたくなかった、戦後史で書いている。百七十九年。 小説新潮別冊に4回にわたって連載された。1980年、新潮社より単行本化された。沖縄の暴力団、島袋一家は、琉球連合から破門される。親分の島袋は逃亡し、島袋一家が追い詰められる状況の中、ジョーは、琉球連合理事長の近所を高級キャバレーの店内で射殺する。ジョーは逃亡生活に入り、 サロン、ミッチーのママの紹介で、黒人女性の住むハウスに転がり込む。米軍基地内で、琉球連合の男に見つかるが、危ないところを、顔見知りの元革命運動家、ウエセドに助けられる。ミッチー姉から、フィリピンのヨナミネを訪ねるようにとの親分の伝言を聞き、ジョーは、ウエセドの仲介で漁船に乗り、ヨナグに台湾を経て、フィリピンに向かう。 ジョーの役目は覚醒剤ルートの強化だった。フィリピンでヨナミネから麻薬の製造法を教えられる。また、かつて自分と母を捨てたフィリピン人の父親に対面する。落ちぶれていた父親には漢方薬と偽って覚醒剤の原料を栽培してもらう。麻薬取引も軌道に乗りつつあった頃、恋人の陽子がフィリピンを訪ねてくる。陽子から ヨナミはかつて仮想敵としていたはずのモー組、所属であったことを知り、親分の真意を疑うようになる。ある日の取引で身元がバレ、危ういところを養子に助けられる。ヨナミも殺されたらしい。ジョーは偽造パスポートを手に入れ、陽子と共に沖縄へ帰る。沖縄で親分に再会したジョーは、モー組と手を組むことを知らされる。ジョーが逃亡している間、 島袋一家への報復は凄まじく6人が殺されていた。ジは琉球連合のもう一人の理事長、中曽根を狙うことを決意する。報復で殺された男の弟とペアを組み、ついに中曽根を射殺する。再びジは逃走するが、警官隊に行為されてしまう。小竹富士で藤田里八が映画化する以前に、東映が映画化権を取得し、 深作金次を監督に松田優作を主演にそれぞれ起用して映画化する企画があった。東映は1981年の正月作品として公開する予定でポスターを制作し、松田優作主演の添える金労のフィルムを流用した特報も10日間映画館で流していた。チーフ女監督には蔡陽一が起用され、脚本作りにも参加した。 しかし、松田優作が、松田博夫の脚本を酷評し、自身と親しい丸山正一に脚本を書かせると、一方的に主張したことから、憤慨したプロデューサーの草壁五郎が、松田優作を降板させ、企画は流れた。松田が、東映の脚本を最終的に断ったのは1980年の、暮れも押し迫った時期で、物理的にも、もう正月映画には、 無理な状況ではあったが、松田が当時所属していた有名事務所の代表、笹岡幸三郎が、岡田茂東映社長に謝罪に出向く事態に発展、東映も大混乱に陥った。この時点で、沖縄、与那国、フィリピンにシナリオハンティングを行い、2000万円を費やしていたという。また、当初ヒロインには1980年の式夏子で大胆なヌードを披露して、 人気の上がっていたカラスマ節子をキャスティングしていたが、東映がカラスマのヌードばかりを売るプロモーションを展開したために、本人がもう東映には出たくないと降板した。一方の東映は思い上がりも甚だしいと激怒している。1981年の正月映画として予定していたこの企画が流れたため、東映は深作と倉原恒吉の二班体制で急遽、 青春の門を制作し、正月第2週に公開した。ありがとうございます。